皆様こんにちは、二人を国に出演いたします一ノ瀬秀和です。いわゆるですね、上主です。上主ということはですね、いろんな人間をまとめてましてですね、昔の時代ですから、まとめていながらもこういろんなところの城と城で戦いが始まるわけでですね、これが勝つか負けるか、これはお芝居見に来ていただいて、ということにしていただきたいと思っておりますので、二人お国では京極高次が、将軍になるかもしれないという話になるかもしれないということをお伝えしておきたいと思っております。他のメンバーがこうなかなか言いづらいことだと思うんですけれども、稽古場、本番、おそらく宴会を楽しみに皆さんがされてるんではないかなと思っておりますので、別に僕はそこはそう思っておりませんが、私いろいろ参加させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。中村誠二郎さんが立てで一ノ瀬さんに今回は必ず勝つ。どうぞどうぞどういう意味か分かんないんですけど、勝ち負けの問題じゃないので、一つよろしくお願いします。明治座さんというと本当に昔からの長い歴史がある劇場ですので、でやっぱり座とつく劇場がどんどん減っているっていうところに関して、やっぱり明治座さんで和物をやるっていうのは、これ僕はすごい素晴らしいことでだと思ってますし、その作品に出演させてもらえることは光栄に思っております。なので、これがね、きっかけにまた明治座さんでこう和物の時代がどんどん増えていきまして、若い子もこうやって着物をちゃんと着るという時代が増えていけばいいなと思っております。特技ですか。やったことはありませんが、おそらくすごい泥酔をしていても立ち回りができると思います。そうですね、特技です。歌、ダンス、立ち回りと、いろんなものが、盛り込まれた作品になっております。この化学反応をですね、劇場に楽しみに来ていただければと思っております。明治座ミュージカル二人お国、劇場にてお待ちしております。